してください。それちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。聞こえますかね？聞こえるということで、ありがとうございます。はい。本日はですね、こちら。もう一回。本日はこちら、おじや魅力バスガイドにお越しいただき、皆様ありがとうございます。はい。このバスガイドはですね、間違えた。おじやバスツアーか。ツアーにご参加いただき、ありがとうございます。本日はですね、おじやバスツアーというツアーに参加していただいて、おじやの魅力に皆様に気づいてほしいという意味を込めて、このようなツアーを開催しました。はい。ということで、皆様が気になってると思いますが、はい、私はですね、今から自己紹介をさせていただきます。はい。おじや魅力バスガイドの、バスガイドのテニス少女、みんなのハートに、ナイスショット。ありがとうございます。あなたの隣までアドバンテージ。おじや市に住んで15年。バスガイド歴1年。小宮山沙羅です。高校1年生です。よろしくお願いします。あ、間違えた名前。もう一回。おじやに住んで15年。何でしたっけ？バスガイド歴1年のおじやさらこです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、私さらこがバスガイド歴1年なんですが、ぜひね、皆さんにおじやの魅力をね、知ってほしいということで開催しました。花束ありがとうございます。はい、さらこと呼んでいただけると幸いです。はい、ということで、早速ですが、おじやの魅力について一つ一つ紹介していこうと思いますが、おじやの魅力について、もうこの時間だけじゃ語りきれないので、何回かにね、分けてまたできればいいなと思っております。よろしくお願いします。はい、まずはですね、こちらを用意しました。でれん。こちらです。皆さん、何かわかりますか？こうでしたね。はい、こうでした。すいません。逆さでしたね。すみません。サラコも何かがおかしいかなと思ったんですが、はい、こちら逆さになっておりました。私が今日書いた、新潟県です。はい。こちらのね、新潟県っていうのはわかると思うんですが、このね、赤いところが小千谷市になっています。見えるでしょうか？あ、はい、マグネットです。はい、こういう感じになっているんですけど、はい、おじやの紹介をさせていただきます。平安時代、和名抄に見られる古代魚沼郡4郡の郷のうちの一つの地屋号が起こりと言われています。近世になると街道が出会う立地であったことから宿場町となり、信濃川水運の船着き場、おじやチヂミの生産地としても発展していますしました。明治22年、市政町村制施行を経て、昭和29年に小千谷市が誕生しました。はい、これはちょっと私もよくわからないんですが、ウィキペディアに書いてありました。はい、ありがとうございます。そんな、ちょっと何を言ってるかわからないんですけど、私も。ぜひ皆さんは理解していただけると嬉しいです。はい。なんてって言われた。はい。ということでですね、こちらの小千谷市、この赤いところはですね、小千谷市なんですけど、小千谷市の人口は約3.47万人。
そして面積は 155.2 平方キロメートル。違う違う、なんだっけ。2方センチキロメートル。違うな。もう一回やらせてください。155.2キロ平方センチメートル。違うな。平方セン、まあ、キロ平方です。なんだっけ。忘れました。勉強し直します。ということで、こんな感じのおじやのざっくりとした紹介でした。はい。こちらがね、おじやの歴史なので、ぜひ皆さんも、こんな私が言った分はね、いっぱい調べたら出てくるので、見てください。はい。続いてがですね、本題なんですけど、はい。今度こそですね、バスガイドさせていただきます。はい。皆さん、おじやの歴史。はい。そうなんです。サラペディアでね、お送りしておりますので、ぜひ皆さんも、わかんないけど。ざっくり紹介させていただいたということでですね。続いては皆さんお待ちかねかと思いますか？思います。はい。こちらのボードを用意しました。ででん。はい。一回置こう。このようなね、おじやの魅力たっぷりと詰まったこちらのボードを用意しました。まだ遠くいんですけど、まあ、どんどんね、紹介していくところは近めに見せたいと思います。こちらはですね、すごく力作なんです。そう。この中の絵がね、一つ一つ何かわかる方は、ぜひ、はい。こんな感じで、いろんな魅力を詰めすぎてごちゃごちゃになってるかもしれないんですけど、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。まずはですね、こちら。あ、そういえば。こちらバスをね、用意しました。こちらのバスに皆様は乗ってるというふうに感じて、こちらにみんな乗ってるんでね、バスで皆さんでバスガイド、間違えた、ツアーしていきましょう。立たない。はい。それでは、こちらのバス出発。ブーン。はい。まず最初に止まったのは、こちらです。はい。こちらに止まりました。こちらはですね、へぎそばなんですけど、皆さんはご存知ですが、ご存知ですか？へぎそばは。はい。へぎそばはですね、おそばなんですけど、おじやをね、代表とするおそばですね。はい。へぎそばはですね、新潟県魚沼地方発祥のおそばで、つなぎにふのりという海藻を使ったそばをへぎという器に盛り付けた切りそばなので、へぎそばというふうな名前がついたそうです。私もですね、よくというか最近は行けてないんですけど、お祝い事とかね、あった時、いとことか来た時は、よくへぎそばを食べに行きます。私がよく行くお店は、綿屋さんとか、角屋さんとかに行きます。ぜひ皆さんもね、へぎそばとても美味しくてですね、このイラストがとても、一番失敗したんじゃないかなと思います、この絵の中で。申し訳ないんですけど、こちら見て、よくわかるかな？わかんないか。これね、一個一個取りやすいようになってるんですよ。取りやすいようになってるんですよ。すぐね。こうやって箸でヒュッて取りやすいようになってるので、はい、ぜひ皆さんもね、取りやすくて、すごく美味しくて、ふのりがかかってるへぎそばを皆さん食べてみてください。こちら、はい、へぎそばについて質問ある人。私がわかる範囲で答えていきたいと思います。そう、みんなで食べられるんです。すごいね、大人数で食べることがとても多いと思います。そう、小分けになってるの。つるっと食べられる。そう。すぐ食べられるの。よし。ぜひ皆さん質問がある方は、ぜひしてください。ないかな？はい。へぎそばは、何人前食べられますか？へぎそばですか？そうですね。一人で頼んだことがないんですけど、いっぱい食べます。結構、家族、5、6。あれですね。いとことかも合わせると、
結構7人とか8人とか集まる時があるんですけど、その時はですね、めちゃめちゃ、何人前だろう？ 10 人前ぐらい頼むのかな？ヘギって何？ヘギっていうのはですね、ヘギという器があるらしいんですけど、私もよくわからない。あ、多分これかな？これですかね？わかんない。後で調べます。今日は夕食。焼肉？豚肉か。おお、美味しそう。天ぷらは乗せますか？もちろん、天ぷらはもう欠かせないですね。私が好きな天ぷらは、ちなみに、あれです。さつまいもと、かぼちゃと、ちくわと、かき揚げも好きです。皆さんの天ぷらは、間違えた。皆さんの好きな天ぷらは、どれですかね？天ぷらそばは食べますよ。三人前は食べれるよ。確かに。渋いですか？ NX の番組でリエさんも言ってた。そうですよ。だから結構新潟の人は行ってると思う。新潟フレンドとかでも、私は行ってないんですけど、食べてましたよね。全部美味しそう。ありがとうございます。小千谷と十日町どちらが美味しいですか？いや、どっちも美味しいんじゃないですか？磯辺揚げが好き。あ、読めた。こんな遠くからだ。あ、確かに。ぜひ皆さんも、ヘギそば食べてみてください。はい。はい、続いてはですね、こちらに行きたいと思います。出発！ブーン。ガシャ。はい。こんばんは。続いてはですね、こちらのゾーンに来ました。闘牛ゾーンですね。皆さん、闘牛は知ってますか？はい。皆さん、闘牛を知っているでしょうか？お、闘牛知ってる？うしたくん。お、知ってますね。こんばんわんこ、こんばんわんこ。山越だね。お、知ってますね。知ってる。おい、皆さん知ってますね。まあ、確かに、有名ですよね。はい。牛の角突き。おー、知ってますね。イェーイ。ということで。イェーイとか言わないか。はい。それではですね、牛の角突きについて。トゲはまだ見たことない。おー、生で見たい。知ってるーって。ああ。はい。ありがとうございます。ということで、私が少し話させていただきます。闘牛はですね、牛の角突きとして、なるんですけど。牛の角突きとは、新潟県長岡市山越、旧山越村、小千谷市などの二重村郷？いや、わかんないけど、周辺で江戸時代より行われている闘牛の一種だそうです。はい。二重村郷って何？の、牛の角突きの習風は、数百年以上、一説では千年以上続いていると思われている、長い歴史があるね。そのものなんですけど、はい。すごくね、迫力があるんですよ。生で見ると。そしてですね、よしたーという勢子の掛け声で、と、か、と、て、はい。掛け声が飛び交い、牛同士がぶつかり合う迫力満点の牛の角突きです。はい。よしたーっていう掛け声とともにですね、すごく牛が、つつき合う。頭突き、なんだっけ。角突き合うんですよ。すごく迫力があって、私はですね、何回か見に行ったんですけど、はい、すごくいいですよ。皆さんも見てみてください。よしたーっていう意味はですね、よくやった、よく頑張ったという意味らしいので、ぜひ皆さん、よしたーって言ってください。はい、だるまありがとうございます。そう、いいのね、すごく、あ、へえ、長いのね。へえ、長いですね。すごい長いんですよ。サラちゃんも生で見たことあるんだ。そうなんです。一回行った時にハマって、すごい。逃げたら負けだっけ？あ、これがですね、小千谷市闘牛場の牛の角突きは、勝負をつけない引き分けを原則とする闘牛なので、すごくね、引き分けなんですよ、全部。小千谷市の闘牛はで。闘牛はね、花綱を離して闘牛を組み合わせて、よしたーって言ったら闘牛がぶつかり合うみたいな。そうなんです。
そういう感じです。あ、今年はですね、中止になっちゃったところもあるみたいなんですが、まだ予定では出てるところもあります。はい、勝ち負けはないんです。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よくやった、みたいな、褒め言葉ですね。はい。そしてですね、皆さん、こちら、バスで、隠れちゃったんですが、こちらの、かわいい牛さんは、何か知ってる方はいますか？さあちゃん、よした、ありがとう。嬉しいな、嬉しい。平和だ、平和だよ。この牛さんを知ってる方は少ないでしょうか？多いかな？少ないか？はい。こちらはですね、それわかんないですよね。その方たちのためにあります。今来ました。いらっしゃい。おじや魅力バスツアーです。あ、皆さんわからないということで説明しがいがありますね。これはですね、闘牛のキャラクターで、おじやのイメージキャラクターにもなっている、ヨシタくんっていうキャラクターなんですけど、はい、おじやのイメージキャラクターで、はい、ヨシタくんっていう名前なんですけど、このヨシタくんの顔はですね、2代目なんですよ。1代目のヨシタくんもいたんですけど、この可愛いお顔はですね、2代目ということで、だるまありがとうございます。ハートもありがとう。はい、ヨシタくん、皆さん覚えてください。ヨシタくんじゃないです。ヨシタくんです。ヨシタくん、おー、知ってますか？あ、知ってるって。サラエ、こんばんは、こんばんは。ということでですね、あ、サラコです。今日はよろしくお願いします。ヨシタくんはですね、ハッピとオモズナ、セコのスタイルでビシッと決めて、おじやをギュッギュッと売り込みます。ということで、いろいろかかってますね。ヨシタ、間違えちゃった。ヨシタくんは、牛の角突きや主要なお祭り、イベントのほか、県内外の観光キャンペーン等に参加し、おじやを PR するというね、役割をしています。さらもいつかね、この役割になりたいなと思います。出が遅れた。いらっしゃい。今日はですね、おじやさらこというふうにやらせていただきます。バスガイドの小宮山。間違えた。おじやさらこです。さらこです。皆さんも一緒にバスツアーをしましょうということで。はい。ヨシタくんのですね、名前の由来は、その名の通り、セコの、牛の角突きのセコのヨシターという掛け声とともに、戦いが始まるので、ヨシターという褒め言葉は、この地方で、すごく褒め言葉としてね、扱われるものなので、皆さんからヨシタヨシターと声かけられて、愛されるイメージキャラクターとなるように期待を込めて、ヨシタくんと名付けたみたいです。名前を忘れる。あ、ぜひ覚えて。サラコはですね、15歳なんです。おじやに住み始めて15年ということで。割と知らないおじやだと思って皆様のためにね、たくさん、ぎゅうぎゅうに詰め込みました。はい。はい、ヨシタくんのプロフィールをここで紹介させていただきます。はい、ヨシタくんの性別は、日本男児。年齢は永遠の青年。すごいですね。私も永遠の中学生でやっていこうかな。体格は身長180センチ、体重1トン。すごいですね。性格は明るく社交的、何事にも積極的で子供が大好きということで、よしたーと声かけられるのと元気が倍増するみたいです。チャームポイントは力強いのにお茶目な動き、気は優しく力持ちで二頭身らしいです。趣味は子供と一緒に遊ぶこと、おじやへぎそば、甘いものを食べ歩き。好きな食べ物は、おじやへぎそば、魚沼産コシヒカリ、笹団子とせんべいを食べて育ったみたいです。皆さん。はい、こんなね、闘牛とヨシタくんを紹介したんですが、皆さんこの中で気になることがあれば、ぜひ質問してください。おじやガイド配信なんです、今日は。おとといに昇竜に行った。おお、すごい、ありがとうございます。そう、1トンも体重があるみたいですね。サラちゃんは会ったことある？サラはですね、ヨシタくんに何回も会いました。イベントとかに私はよく行くので、おじやのイベントとかに行くので、すごい会います。会いますというか、写真撮ったりとかしました。サラコちゃんの好きなアイドルは？サラコちゃんの好きなアイドルは、北原里英さん、あ、今じゃないか。
今じゃないから、好きなアイドルは、小宮まさらちゃんです。やばいですね、これは。体重1トンは 確かに必要なのかな。ヨシタくんイケメン。ヨシタくんはちょっと可愛い路線で行ってますね、今。イベント、ヨシタくん、見えないな。イベントにヨシタくんいるんだ。そうですね、イベント、お祭りとかにもよくいます。ヨシタくんはおじやの職員 おじやのヨシタくんはすごく可愛い子です。いいね。可愛い路線で攻めてますね。すごい顔可愛くないですか？これめっちゃ似てるんですよ。書いたけど、サラが。小宮、まさらじゃないですね、今回。すいません。可愛いのか、ヨシタくん。すごく可愛くて、あといっぱい写真撮ってくれるの。今日のサラさん。服装見たーい。後で見せますね。時間があったら。それでは、もう質問はないみたいなんですけど、大丈夫ですか？次のバスに、間違えた。次のツアーに、場所へ行ってしまいますが、大丈夫でしょうか？お、ヨシタくんに会いたい。すごい。今日は、おじや、サラコさんなんです。いらっしゃいませ。実際に会いに行かないと。ぜひ皆さん来てください。おじや行きたくなった。ぜひ来てね。それでは、次のところへ出発！皆さんこのバスに乗ってる気分でいてね。はーい！キキーということで、皆様から見えない。ここに到着しました。見えないか？はい、こちらです。ここに到着しましたー。ここが何かわかりますか？い、ここが何かわかりますか？錦鯉。おー、錦鯉の里。ありがとうございます。正解です。ここはね、錦鯉です。錦鯉エリアとなっているんですけど、はい。錦鯉なんですけど、みんな結構わかりますね。はい。錦鯉は、説明をさせていただきます。錦鯉は、今から約200年前の文化、文政時代に、新潟県の旧山古志、小千谷市で食用の鯉の突然変異種を、として誕生しました。錦鯉は、観賞用に改良した鯉の品種の総称である。色鮮やかな大色が錦に例えられた日本の新潟県で品種改良や食、養殖が進み、国内名地への移入や海外輸出が進んだ生きた宝石。泳ぐ美術品と呼ばれているそうです。あ、サラの顔全く見えないな、これ。これ後ろにすればよかったのか。あはは！はい。生きた宝石と呼ばれているようです。皆さん知ってましたか？これさ、こうやって。はい。一般的に鯉の大きさは5年で45から50センチ、10年で55から70センチとも言われて、結構大きめですね。そう、大きい鯉がたくさんいます。ちょっと見えないわ。はい、ということで。寿命は70年ぐらい。うまくいくと100年以上生きる鯉もいるみたいです。はい。鯉見えない。よいしょ。見えたかな？種類はですね、色は白、黒、赤、青、緑、黄色、紫、クリーム色などたくさんの色があるんですけど、中でも金属のような光沢があるものを金鱗、銀鱗と呼ばれているそうで、すごく綺麗ですよね。金の鯉とか銀の鯉とか。めちゃめちゃ綺麗なんですけど、ちょっと置いちゃう。ちょっと置きます。ごめんたい。
はい、それでですね、この恋をね、見たいっていう方もたくさんいてほしいんですけど、はい、その恋を見れるところはですね、錦鯉の里というね、小千谷市にあるんですよ、恋を鑑賞できる。いつでも錦鯉を鑑賞できて、ここはですね、大きな滝や小さい滝、橋などを配置して、池の中に錦鯉が泳いでいるんです。入場者が錦鯉に餌を与えることもできるそうです。ぜひね、皆さんも行ってみてください。サラもね、行ったことはめちゃめちゃあるんですけど、私はすごい高橋ちゃんを探してるんですよ。毎回毎回。探してるんですけど、見当たらないんです。こんばんは。おう、ガタフレで見た記憶がある。おー、すごい。はい、もちろんね、ガタフレでも出てたんですけど、これさ、ここにしたらもっと見やすくなんだよ。あ、見えた？あ、こうしたら見やすくなった。あ、サンの顔が見えないんだ。んー、どうしたら見やすくなるの？まあ、いいか。はい、イェーイ。はい、こんな感じで。お勉強になります。どのくらいいるの？どのくらい？いや、ほんとに数えられないぐらいいて、何個かあるのよ。橋エリアとか、滝エリアとか、あとね、すごく、金とか、たくさん、綺麗な鯉がいるところとか、そう、おっきな鯉がいるエリア、おっきな鯉がいるところとか、金とか銀とかもいるし、普通にこういうね、赤とか、の声もいるからめちゃめちゃ綺麗です。縦にすれば、縦にしたらちょっとやばいかも。飼育してる方に探してもらうといい。あ、そうなんですね。サラいつも自分で探そうと思っちゃうからさ。あ、サラコ。お高いんでしょ？いや、まあ、確かにお高いですね。鯉は。この私は買えないですけど。サラコさん美人さんですね。イエーイ。入場料。必要なの、入場料はね、必要なんですけど、そんなに高くはないですよ。サラちゃんも声変えて、声変えたいですね。名前つけられるの。名前はね、買って、そして、そのところで飼育してもらうっていうのができるんですよ。ガタフレでもやってたみたいに、そう、そうですね。そのいる鯉を買って、もう一回、錦鯉の里に、自分の家では飼えないから飼育してもらうみたいな感じになってて、人も多くて、まあそのまま家に持って帰る人もいると思うんですけど。あとね、年に何回、1回かな。鯉のね、いろんなところから鯉が来て、それでね、鯉を買いに来る人が来るみたいな。鯉飼えるの？飼えるんですよ。ロッチさん迷ってた。そうです。それぐらい高いんですよ。大人一人500円。おお、安いね。知らなかった。錦鯉は釣れませんよ。釣れません。優しく扱ってください。誰でも買えるの？いや、多分。いや、わからないです。じゃあ、錦鯉の里行ってみようかな。今度。今は外出れないけどね。はい、続いて。サラコは名付けのセンス、名付けのセンスあるから。本当ですか？もういっぱい、やっちゃうよ。海外の方とか、すごく芸能人の方、大物芸能人の方とかがたくさん飼ってるみたい。飼ってるみたい。僕の友達の家で鯉を15、すごいですね。おじやさらこさんも名付けましょう。名付けられたらすごく幸いなんですけども。バスガイドです。よろしくお願いします。はい、続いてのバスのところに、なんだっけ。続いてのところに出発したいと思います。出発進行ということで、皆さんはね、このバスに乗っていますよ。ブーン。キキー。はい、続いてはこちらです。こちらのゾーン。わかります。お土産買わなきゃいいですね。こちらのゾーンに着きました。このゾーンは何かわかりますか？何かわかるかな？
花火を、カタカイを、長岡ではないんですけど、今正解がありましたね。おじゃま祭りも。そう、こちらはお祭りエリアとなっております。はい、お祭りエリアです。はい、こちらのお祭りエリアはですね、カタカイ祭りとおじゃま祭りについて紹介していこうと思います。はい、カタカイ、わからない人もたくさんいると思うんですが、カタカイ祭りというところはですね、カタカイ祭りは三尺玉というね、花火の発祥の地として知られる、カタカイ花火は江戸時代後期から歴史があるみたいで、昭和60年には四尺玉の打ち上げにも成功し、ギネスブックに連載されるなど、名実ともに世界一の打ち上げ花火として知られているみたいです。はい、わからない。でもすごく大きくて綺麗なんですよ。カタカイ祭りは朝原神社の秋のお祭りで、花火は朝原神社の奉納を意味します。ということでですね。すごい、四尺玉。私もね、よくわからない。連載、わかんない。待って、漢字わかんないから。でも、たくさんのね、芸能人の方とかも来てるみたいで、私もね、去年行ったんですけど、そう、あのね、すごく綺麗なんですよ。それでですね、花火がね、何発上がるの？あ、1万5000発。2日間あるんですけど、花火が。1万5000発花火が上がるんですよ。はい。そしてですね、7から8割が尺玉って言って、普通の花火ではなくて、尺玉って言ってね、そうなんですよ。はーい。ひとりえさんも来てた。えぇ！すごい！ということで、たくさんのね、方が来るんですよ。だからね。い、ということで。そう、いっぱい来るの。観光客の方とか、たくさん来るんですけど、外国人の方とか、他の県の方とか、めちゃめちゃ来てて。はい、ちょっと今、母上が来たんですけど。まあ、ちょっと気にせずに行きたいと思います。はい。毎年、なんとですね、18万人から20万人の方が、なんだっけ、カタカイ祭りに来てね、花火を見てるそうなんです。そしてですね、カタカイの魅力は花火なんですけど。はい。まあ、ちょっと。ありがとうございます、四尺玉。ということで、続いてはですね、おじゃま祭りについて話していきたいと思います。おじゃま祭りは残念ながら今年は中止になってしまったんですけど、おじゃま祭りは市民総参加により3日にわたり繰り広げられるおじゃ市最大の祭りということでですね、カタカイ花火もすごく大きいんですけど、おじゃ祭りもですね、負けてというか、まあ、大きいですね、おじゃの中では。はい。1日目はですね、民謡流し、子供みこし、仮装盆踊りなどが行われてですね、前夜祭みたいなものですね。行ったことない。まあ確かに、おじやの人じゃないと、あんまり来る機会は少ないかもしれない。2日目はですね、からくり満堂パレード、大花火大会。特にですね、大花火大会は約7000発の花火が打ち上げられる、県内屈指の花火ツビアス大スターマインの迫力は必見です。はい、そしてですね、去年は私はおじやさらこなんですけど、はい、まあ私で行きましょう。小宮山さらの花火をですね、ファンの皆さんがね、あげてくださったんですよ。ありがとうございます。本当に嬉しくて、今も動画持ってるんですけど、今もというか入ってるんですけど、はい。緑とかいろんな色にね、変化したんですよ。すっごい感動してね、お友達に何回か見せました。はい。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝です。本当にありがとうございます。今年はね、中止なんですけど、ぜひね、本当にマジで嬉しかったんですよ。なんか、いつ上がるかも、なんかちょっと時間とかもよくわからなかったので、ずっと座ってたんですけど、もう上がった瞬間、もう、みたいな感じになって、すごい特等席で見たので、
いい映像が撮れました。自慢になる。そうなんですよ。本当に私、花火あげてもらったの。本当にそれを言う私が想像できるとは思いませんですけど、本当に嬉しかったんですよ。ありがとうございます。そしてね、サラのね、言ってくれたんですよ。サラファミリーって。本当にありがとうございます。大好きです。そう。そしてですね、新潟は海と山と川の花火が有名。そうなんですよ。海が、どこだっけ。山がね、片貝花火なんですよ。川が長岡花火。海はどこだっけ。新潟？柏崎だ。柏崎です。ウジャのスターや。わーい。ありがとうございます。はい。そしてですね。はい。3日目はお祭り広場や、そう、闘牛パレードもあって、からくり万灯パレードや、市民総参加の盆踊りなどもあるんですよ。お皿ファミリー最高なんです。ありがとうございます。おじゃのスーパースター。嬉しい。最高なんです。本当に最高の気分を味わえて。もうね、本当に、だって、何万人っていう人が見てるんですよ。何万人かわからないけど、ここに来てる、お花火を見に来てるくださってる方、来てる方とか、まあ私のファンの方もね、見に行ったよっていう方もいて、すごく嬉しかったんですけど。そう、その人たちがね、見てる中で私の花火が上がったって、もう本当にもう心が、はい、裂けました。ありがとうございます。はい。闘牛パレードとかもあってね、からくり万灯パレードって言って、町内でからくり万灯っていうものを作って、それがですね、小千谷の街中をね、永遠に回ってるんですよ。演奏しながら。そう。ですのでね、すごくね、私は好きなんです、万灯が。なので、見てください。そしてですね、ちなみに私はですね、この NGT に入る前に、おじや太鼓っていう太鼓？祭りとかで披露する太鼓をですね、やっていて、毎年ね、叩いてたんですよ。見たことある人はいないかな？わ からないんですけど。そう。夜とか昼間とかに叩いてたんですよ。太鼓を演奏してたの。そう。今はちょっと、今年はですね、去年か。去年とか、NGT に入ってからはやってないんですけど、そう、和太鼓です。和太鼓をやってました。和太鼓、8人でやる太鼓をやってました。はい。すごくね、だから私、左手で叩く力すごく強いんですよ。よろしくお願いします。はい。ということでですね、続いて、質問ある方いますか？太鼓披露。太鼓。映像ないの？写真ならあるけど、映像はどうかな？ママがわからない。いつかつぐみさんと共演して、本当に、そのつぐみさんが和太鼓やってるっていうのはね、入る前からしてたんですけど、一緒だって思ってました。いつかお皿の力強い太鼓叩くとこが見たいな。本当にね、結構デカめの音だと思います。僕を叩いて、ハッピー着て叩いた？ハッピーじゃなくて、なんか、なんだ、忘れました。コラボしたいですね。写真でも見てて、あ、ちょっと今度探します。今日はおじやの魅力満載、千万歳。そうです。今日はおじやの魅力を皆さんに PR するんです。これこそ筋肉、そうなんですよ。そう。めちゃくちゃ叩いた後はすっごい脇の下とか筋肉、肩とか。自分の背中叩きして。結構強いと思う。はい。それではね、お祭りゾーンから、もう一回。あ、牛さんが、出発！ブーン、キキー！はい。到着しました。続いてはですね、あ、じゃもうちょっとこっちに持ってくればいいのか。あれで？はい。続いては、こちらのゾーンです。掛け声ありまーす。はーとか、よ。はい。はい、こちらは、
出発。はい、こちらのゾーンに着きました。はい、こちらのゾーンはと言いますとね、富岡山っていう山があるんですけど、標高はですね、104.9メートルですね。小千谷市の中心部に位置する北越戊辰戦争などで戦死した西軍の墓地があるっていうところなんですけど、すごく自然がでかい。なんて言いますか？自然がある。そう。でですね、今の時期、ちょっと今はもう散ってるかもしれないんですけど、今年は一回も行ってないんですけど、西軍でした。すいません。桜の名所なんですよ、とても。なので、すごい、詰め込もうとしたら、春、夏、秋、全部詰め込んじゃって、すみません。桜の名所でですね、広場にソメイヨシノな、ヨシノなど、約300本がずらりと立ち並んでいて、4月上旬から公園に、ぼんぼりが照り、風情あふれる夜桜を楽しむことができます。はい。すごく桜が綺麗でね、今年は見に行ってないんですけど、去年とか一昨年とかは見に行ったので、そう。すごく綺麗なんですよ。風情か。ごめんたい。高田公園、ちょっとそれはちょっと狭いかもしれないけど、でも、すごくね、綺麗なんです。はい、続いてはですね、こちらの、オレンジ色の紅葉です。紅葉もとても綺麗でですね、目にも鮮やかな紅葉が山々を、はい、読めない。春は桜が咲いてるんですけど、紅葉に、秋は紅葉になります。はい、それでですね、はい、山頂へと続く坂道をどんぐりを拾いながら散歩でもいかがですかって書いてあります。散歩してみてください。でも本当に綺麗でね、どんぐりがすごくあるんですよ。私、どんぐりを小学校の時に拾いに行って、その舟岡山に。あれを作った。ペットボトルに入れて、マラカス作りました。はい。遠足とか、行ってました。そしてですね、真ん中の気になるのは、ホタルなんですけど、見えないね、これ。ホタルなんですけど、すごいホタルが綺麗なんですよ。ホタルが綺麗でですね。いるんですよ。小千谷は綺麗な水辺が多く、ホタルの幼虫の餌となる、カワニナがたくさんいるため、この時期になるとホタルが多く飛び、ちょっとこれはね、漢字が間違ってますね。飛び交います。本州で多く見られ、一般的に親しまれている源氏ホタルと平家ホタルが生息しています。暗闇に優しく浮かび上がるホタルの幻想的な光はまるで満天の星空を見ているかのようです。もしかしたらね、ホタルが皆さんのね、手の上で、一休みすることがあるかもしれないっていうことでですね。私もホタル見に行ったことあるんですよ、実は。何歳ぐらいの時かな？おじいちゃんと一緒に行って、おばあちゃんもいたけど。一緒に行って、めちゃめちゃ、綺麗でした。そう、全部楽しめるの。秋、じゃじゃ、春、秋、春、夏、秋。ホタルはたくさん飛んでるのを見たことありますか？あります。すごく綺麗。夏にね、見に行ったの。でもね、あんまり覚えてないんだよね。なかなかホタル、そうみたいですよね。なんと、なんだっけ？風情じゃなくてね。まあいいよね。ホタル見てみたい。見てください。冬も雪が、そう、冬もね、雪が楽しめるんですよ。でもね、行くとこの道がすごく。サラコさんは何歳？ 15 歳です。サラコは15歳でございます。はい。これでですね、バスツアーは終了しました。やべやべ。終了しました。皆さん、楽しんでいただけましたか？よいしょ。楽しんでいただけたでしょうか？はい。
い、バスツアーでした、今日は。楽しかった。ありがとうございます。今日はですね、すごい、宇治庵の魅力をたくさん、バスツアーに詰め込んで、やったんですけど、まだまだ宇治庵の魅力はね、もう、数えきれないほどあるので、あ、途中参加。おー、楽しかった。ありがとう、さらこです。ヨシタ君のところに向かってください。あ、ちょっとそれは、そうですね。行った気分、おー。じゃあ観光行きたい。ありがとうございます。そう言ってくださってありがとうございます。はい。あ、第2弾もね、したいと思っているので、ぜひ皆さんまた来てください。運転手は僕、バスガイドはさらこでした。おじゃあ行ってみたいって。個人的に、へぎそばの美味しいお店は、私はですね、よく綿屋さんに行きます。でもね、全部美味しいよ。楽しかったです。ありがとうございます。すごく嬉しい。坊ちゃんいなかった。あ、すいません。今日はですね、お猿さんの参加が、なくて申し訳ないです。勉強になります。ありがとう。次回はおじやグルメかな？何かな？バイバーイ。あ、もう終わる？またや、美味しいんですよ。おじやに行きたい。ぜひ来てください。今、ヨーカでハンバーガー売ってるの。そうなの？知らなかった。知らなかった。楽しかった。ああ、やった。また違った、そう、違ったコースをまたやりますね。ラーメン屋さんは、それも、じゃあ今度やります。楽しい企画ありがとう。こちらこそありがとうございます。へぎそばは角屋。角屋も行きます。おじや満喫しました。ありがとう。ガチでバスツアーしたのは、感じでめっちゃ良かった。ありがとうございます。十日町のゆうや？めっちゃうまかった。あ、そうなの？おじやでサラちゃん見かけたらレアですね。まあ、そこら辺歩いてそうですけど。今日覚えたことはヨシタくん。それでもいいです。ありがとうございます。そうなんです。おじやは素晴らしいところなんです。サラちゃんバスガイドさんだ。そうなんです。今日はね、バスガイドさんなの。イェイ。ですのでね、皆さん、おじやにも見に来てほしいし、あ、なんだっけ、おじやにもたくさん来てほしいし、サラにもね、ぜひね、握手会とかも来てください、公演も。イオンか原神にしそう。いますね。サラがバスガイドならどんな旅も楽しいんだろうな。いや、もう、ちょっと緊張でしたね、今日は。サラちゃんの企画もいいですね。ありがとう。ラーメン屋さんどこ行くの？いっぱい行くとこあるけどな。経典とか、昇竜。昇竜？昇竜。あと、ヒグマとか。次回も僕にハンドル握らせてね。よろしくお願いします。皆さん。新潟交通。ああ、働けるかな？ OK。僕、観光大使になりますね。おじや観光大使になりますね。なりたい。お皿ファミリーでバスツアーやるか。ガイドさんのカラオケは？あ、それはちょっとわかんないかな。ヒグマ、そう、ヒグマっていうところがあって、私はね、そのね、ヒグマはね、醤油ラーメン頼みます。釣り吉、釣り吉。昇竜は有名ですね。昇竜はね、あんまり行かないけど、すごい、経典の方が行くんですけど、でもね、行きますよ。スキーは得意。学校の授業であるの。だからね、ある程度はできるって感じ。サラちゃんのおかげでおじやが好きになりました。ありがとう。嬉しい。越後交通でも バスガイド行こうかやな。やろうかな。ヒグマ一回だけ行った。おお、すごく美味しかったですよね。え、すごい。経典派か。経典ですね。いや、でも、どちらも美味しいです。サラちゃんのガイドでバスツアーしたい。したいな、今度。ないかな、NGD の企画とかで。生姜醤油ラーメン。すごく美味しいですよ。でもね、すごいなんか喉がさ、枯れてきたんだけど。どうしたの？あいうえお。お皿の大量の握手券が家に、ああ、握手会したいの。
昇竜店長のキャラが濃い。そうですね。店長のキャラが濃いです。バス貸し切りにしてガイドしてほしい。もうずっと喋ってますよ。早くお話ししたいですね。小千谷市と川口の境目、あーちょっと欲しい。楽しみながら旅行できたよ。ありがとう。VR でバスガイドツアーでもいいかも。おお、最先端。スーツ似合いますね。これはママのです。サラのじゃない。サラのは持ってないけど。スープ飲んで、水飲んで、無限ループ。そうなんですよ。あらは、ラーメン食べるときはもうずっと食べてる。勝利は25、25年以上。すごいですね。ベテラン。今、バスで帰宅してるからほとんどバスと、ああ、いいね。喉が渇いたかな？わかんない。なんか喉痛くはないけど。明日何時から？明日はですね、朝は7時半から、夜は19時からでお願いします。明日も来てね。すごい。うちの西部バス？即採用します。イェーイ！春高の衣装着れた。確かに。ぽいね。明日は経典だな。外に入れないでください。今はサラちゃん、サラコさん。あ、サラコさんです。周りの景色は全然違う。あ、ダイエット成功中ですか？ダイエット頑張ります。明日も楽しみです。ありがとう。そうですね。時間、ちょっと安定です。握手の再販来たら何枚増やせばいい？とりあえず100。お、すごい！じゃあ、できるだけいっぱい来てください。セーブ。セーブ。ごめんたい。セーブね。覚えた、覚えた。さらこちゃん、またね。あ、またね。明日も2本立て。明日、1本目は別に、朝なんで何をすることでもないんですけど、ゆったりお話ししたいなと思います。毎朝の楽しみ。やーい！やったー！ありがとう！明日もよろしくお願いします。よろしくねー！明日も楽しみましょう。さらこさんの握手券取らないと。ぜひ来てねー、さらこにも。サラのために起きる。うわぁ、嬉しい。ありがとうございます。本当にね、毎朝ね、すごい楽しみなんです。あ、そういえば、今日ね、実はね、配信、朝ごはんね、あ、後でメールで朝ごはんを送ります。でも朝ごはんはね、ブラックコーヒーを飲んだの。すごい、目が覚めた。なんとか起きるね。ありがとう。また明日タンバリン、タンバリン。夕食はまだ食べてないよ。そう。すごーいって言われた。坊ちゃんで僕を叩かないように。叩いてないでしょ。大人なんです。再販したらサラちゃんの握手券、サラコちゃんの握手券取るぞ。ありがとう。すごい成長。そうなんですよ。すごく成長してるんです。あ、ぜひですね、こちらのルームをフォローしてない方は、ぜひね、小宮山サラって書いてあるルームを、ぜひフォローしてください。あと、755っていうアプリもやってるので、ぜひ、見てください。サラの顔もメールしてね。はい。まだでした。いつも楽しい企画ありがとう。こちらこそありがとう。確かにサラの握手行ってみたい。ぜひ来てください。バスガイド気に入りました。ありがとうございます。またね、バスガイド2段も3段も魅力がある限りします。フォローしました。ありがとう。あ、あの時は僕が失礼しました。ごめんなさい。ああ、ダメですよ。わあ、あと5分ぐらい。配信楽しいよ。ありがとう。こちらこそ見てくれて皆さんありがとうございます。すごいね、楽しいです、サラも。今日、サラコさんの画像送ってね。今日はサラコさんの画像だと思います。新潟以外だとどこ行きたい？どこ行きたい？いや、でも新潟に住みたいです、ずっと。反省しました。あ、反省して。握手会の時、バスごっこしましょう。ブーン。これはね、紙コップじゃない。綿棒の容器。京都において、京都は行きたい。
京都はすごく行きたい。観光はね、あまりできてなくて。再販あったら完売目指します。わー！私、完売一回もなったことなくて、でも頑張りがちょっと足りないのかなってめちゃめちゃ思ってるんですけど。それは私の責任なんですけど、私がね、頑張って。頑張ってね。はい。完売を目指して。というか、私を、の知名度をね、上げられるように、一生懸命頑張りたいと思います。今日、リエさんのパーカーと、羨ましい。俺の地元よ。おお、京都？すごい。母上様は背が高いの。高いですね。サラちゃんの握手一回。行きたい。行きますね。ありがとうございます。また、アオーレ長岡で握手したい。ああ、サラもアオーレ長岡握手したい。公園でレスすれば気になるよ。僕みたいに。ああ！そう、なんかレスしようとしても、目が合わない時とかあるんですよ。そういう時はもうガン見しますけどね。わあ、サラは人気だよ。わあ、ありがとう。握手会の帰りは観光できるのかな？どうだろう。完売させて部数増やしたいね。そうなんですよ。たくさんの方に来てほしいのでですね、部数をね、増やしたいんですよ。でもそのためには、そう、いっぱいね。人気をあげないと。今日の一言は、皿っこです。今日は、バスガイド、ありがとうございます。哀れ長岡懐かしいな。ぜひ来てください。公園だね。そう、公園したいんだよね。僕もレス欲しい。みんなにするよ。お皿工夫しながら頑張ってるから応援する。ありがとう。こっそり皿のこと見てるよ。ガン見してもいいんですよ。お皿のパフォーマンス見たいの。見てほしいけど、皿も、応援したい。今日も可愛いね、皿キュン。ありがとう。あゆかさんの誕生日だったもんね、握手会。そうなんですよ。一日後に握手会があって、幸せ。あゆかさんもおめでとうございます。とりあえず前を、燃えよ。やだ。今度の配信しますね。さらこちゃん、イエーイ。また公演が見たい。ぜひ見てほしい。みんなにさらのことを広めてます。ありがとうございます。今日の、バスガイドじゃないけど、ちょっと惜しい。惜しい感じ。雪目線の握手会で会いたい。したい。新潟でね、したい。桜の花びらたち、空の隣に推しがいるからチラチラ。誰だ？誰だ？夢かな？ほんとだ。お時間がそろそろ来ちゃうんですけど、今日はバスガイドでした。皆さん、楽しんでいただけましたか？はい。今日はね、ほんとに皆さん見ていただいてありがとうございます。ぜひこのルームをフォローしてください。おやすみ。ということで。ぜひですね、明日7時半からです。はい、朝7時半からです。ぜひ見てください。バイバーイ。あと10秒。親コミ。ショールームでは親コミだね。親コミ、バイバーイ。親コミ。